3、はい、コンカリニョからお届け札幌人図鑑。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは NPO 法人コンカリーニョ代表理事の斉藤千鶴さんです。斉藤です。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、こちらコンカリーニョの2階にあります事務所からですね収録をさせていただきます。ここに上がってくるのに2階と言いながら2階半ぐらいっていうかな、結構階段上りますよね。あの劇場、向こう側、壁の向こう側が、劇場なので、はい、まあ、高いですよね。7メートルぐらい、1階2階で7メートルぐらいはあるので、それでは、コンカリーニョの斉藤千鶴さんにライフストーリーいろいろ伺ってまいります。では3つのキーワードご用意いたしました。こちらです。じゃん、はい、ありがとうと言ってもらえる商売です。担任の先生が大喜びする優等生。今は迷いの時期かもしれない、はい、この3つのキーワードで伺ってまいります。まずはありがとうと言ってもらえる商売ですというキーワードにさせていただきました。コンカリーニョの他にもいろいろされておりますので、はい、今現在の活動を教えてください。はい、NPO 法人コンカリーニョは今琴音にある本拠のコンカリーニョという劇場と、パトスってこれ地下鉄琴音駅にあるんですけれども、はい、と、中央区の方のあけぼのアート&コミュニティセンターっていう3つの、はい、まあ、文化施設ですね、はい、を運営しています。はい、主にコンカリーニョはやっぱお芝居とかダンスが多いですかね。そうですね、公演の場所ですので、で、公演作品のその舞台公演がよく見えるように作られている劇場です。はい、パトスも、はい、まあ、そこの地下鉄駅、琴音の地下鉄駅からこう、下っていくんですよ。地下にところで、あそこの階段ですでにワクワクしますよね。あ、なんだろうこれって。それはね、多分ね、人によっていろいろだと思います。そうですか。なぜこんなとこ入っていくんだろう、怖いわって思う人もいるかもしれないし、非日常感ありありですよね。それがこうワクワク感につながる人もいるかもしれないし、はい、ちょっと今回のよりは小さめのライブを中心にしたイベントスペースですね。はい、はい、あけぼの社は主にその稽古をしたりとかですかね。そうです、そうです。廃校跡利用で札幌市からの委託を受けて我々管理運営をやっています。はいはい、稽古場とコミュニティの地域の施設ということでやってますね。はい、コンカリーニョってあの今は本当に立派な劇場ですけど、前レンガ倉庫のまたあれも私趣があって好きだったの、はいはい、前身のね、はい、あれから含めると何年ぐらいになるんですか。ね、17年ですね。はい、前身からだと17年、はい、そうですね。はい、いやーすごい長いですよね。17年振り返ってどうですか。長くなりましたね。あの高橋っていう照明家の理事がいるんですけど、はい、まあ、彼が一番最初にそのコンカリーニョ、まあ、劇場みたいなそういうのをやらないかって、うん、まあ、言い出しは私じゃなくて彼なんですけども、二人で、あら、ずっとこんなに長くやるはずじゃなかったのにずっとやってるわね私たちみたいな、よく話しますね。長くなりましたね我々もみたいな。はい、あ、高橋さんが先におっしゃったんですか。言い出し高橋なんですよ。そうだったんですね。今度じゃあまた高橋さんにもインタビューさせていただいて、ぜひぜひそのあたりちょっと詳しく伺いたいところですが、あの実際の活動は、こちらで、まあ、お芝居をやるわけですけれども、千鶴さんご自身もこの頃役者さん立ってませんかね。役者もね、あの看板を下ろしました。みたいな素晴らしい役者さんなんですよ。もうやらないんですか。ないですね。去年でもテレビに出ましたよ。今年か、はい、あのナックスさんのやつスープカレーに出させてもらいます。春頃、はい、ちょっと、最近はよく言われますね、見たよ千鶴さん、あれあれね。西区はコンカリーニョがあるということで、やっぱり10区全部にあるわけじゃなくて、やっぱり本当に西区はコンカリーニョがあるおかげで独特のその文化が育っていけて羨ましいなといつも思ってるんですが、一番目立ったところで言ったら広報札幌で、その市民、一般市民の方を集めて劇を打つ、あれも何年もやりましたよね。はい、そうですね、7年終わりましたね。7年やりました、はい、すごいですね。最初はまあそのものに人が来てくれるのかみたいな感じで始めたんですけれども、やると皆さんこう集まってくれて、で回覧板とかで募集をしたりするんですね。あと学校にチラシの配布とか、そうするとそのお客さんの層が普段その演劇を見に来てくれる方たちとやっぱり違うんですよね。でご自分のこう
知り合いが出てるとか、はい、親戚が出てるとか、いうような形で、で夢はこう西口がこう琴に8軒こう山の手この辺近辺24軒ぐらい、はい、私たちが地域と呼んでる人たちのご家族は誰かが出たことあるぞみたいな風に何年か経ったらなったらいいなと思って、うちはおじちゃん出た、あ、うちは、あ、孫出たとか、あ、うちは奥さんが出たわとかってなると、いいなと。そうね、10年ぐらい経ったらアンケートを取って見に行った人じゃなくて出たことある人のアンケートを取ったらこの地域えらいあの数字が高いみたいな、うん、そうすると、まあ、皆さんなんか一回は見に来てるみたいな、いや本当だ、嬉しいかな、あ、面白いですね。そういった取り組みとか、あ、そうそう、その時は地図さんって集めたメンバー何役何役って決めて募集するんじゃなくて、とにかくやりたいって言ってくれた人はこうみんな来てもらってメンツを見てから当て書きされるんじゃなかったでしたっけ。あ、そうです、そうです、そうですよね。私は脚本書けないので、はい、脚本家は別に毎年用意をし、はい、大筋のそのなんとなくの人数だけ言って、はい、大体何人ぐらいみたいなのだけど、子供が何人ぐらいとか出て、高齢者何人とかそこを書いてもらって、はい、あらすじができたところで大体こう募集固めて、して、それに合わせてもう一回リライトしてもらうんですよね。面白い人来たらちょっとこの人もう少しこうやろうかみたいな感じで、面白いかどうかどっちかというとその稽古にどれぐらい出てこれるかっていう感じなんですよね。で週1回ぐらいだったら稽古に行けるから、それでも出たいって言ってくれる人がいたら、それ用の役を作ります。そこがまたすごいですね。演劇ってそんなことできるんですね。できます。やっぱりちゃんとこう週1程度に出たい人とかいやもうディープに何なら毎日行きますよっていう人とで、はいはい、うん、それやっぱりあのできる役柄が決ま、あの変わってきますよね。そうですね。それも、その人が持ってるその力量っていうよりは、はい、どっちかというと稽古にどれぐらい関われるかっていうところで役の分量とかを決めて、で、ね、最後にね、はい、3回ぐらい稽古したらすぐ出れますっていうゲストコーナー作るんですよね。あ、へえ。で今年はね赤ちゃん軍団出しました。赤ちゃん軍団5人出ました。赤ちゃん、0歳から2歳まで。本当ですか。ちょうどあの演劇やってる子たちでこう何人かこうポコポコとお子様が生まれていて、赤ちゃん出すと面白いなと思って、それはワンシーン赤ちゃん出しました。いやすごい、みんな泣いてました最初から最後まで泣いてましたね。面白いです。市民演劇の楽しいところですね。ちゃんとストーリーの中に組み込まれてました。あ、素晴らしい、ぜひ皆さんもご覧いただきたいと思います。で今赤ちゃんが出たっていう話もありますが、地図さんはあのコンカリーニョでのいろいろのプロデュースの他にもですね、出張してね、小学校に出向いたりするんですよね。はい、今まあ小学校とか中学校とか、まあ教育の中でコミュニケーションのことがちょっと言われるようになっていて、はい、でそういうところにそのダンスだとか演劇だとかその芸術的なものをこう取り入れられないだろうかっていう取り組みがまあ始まってるんですよね。はい、で時々あの呼ばれていきます。一昨日は、白老の萩野中学校へ、学校祭の演出指導みたいなんで行ってきました。それですか。あの、学校の例えば学芸会なり、中学校 の、まあ、学校祭の発表なりで、地域の、まあ、言ったらあの演劇のプロの方が出前で行くってことですか。そうです、そうです、指導でね。すごい、なんかスキルが上がりますね。そうですね、スキルが上がるちょっと、皆さんね、やっぱね、演劇稽古の仕方はやっぱ分かんないんですよね。だからセリフを言うのはもちろん書いてあるから 言うんだけど、はい、結局その動き方っていうか、一回学校に行って、あ、いいよそれ走りながら言っといでって私子供たちに言ったことあるんだけど、そしたら、先生が走りながらセリフ言っていいんですかって、あ、いいですよ、いいですよって言って、でそののところが、からまあまずいろいろやってってことですかね。あの舞台に立つ喜びをそこでね、あの味わう、あと稽古とかみんなのコミュニケーションが楽しいって思う子も出てくるだろうし、将来的にまあ出る子も見る子も増えますね。そうですね、そうなるといいなと思うんですよね。で自分たちで考えていろんなことができるっていうのを私は体感してほしくて、はい、まあ稽古とか行くと大体そのお子さんたちとかお子たち、チェさんこれどうしたらいいの、どうしたらいいのって最初私に聞けてくるんですよね。でちょっと待って、みんな答えを私が持っていると思っているね、私は持ってないよ、答えは君たちの中にあるっていうと、こう自分たちで考えるようになりますね。
で迷ったら相談してくれと、こっちがいいのかあっちがいいのかって、なるほど、どうしたらいいですかじゃなくて、迷ったらどっちか迷ったら聞いてもいいけど、どうしたらいいかとは聞いてもらっちゃう、自分たちで考える、考えてくれと言うと、なんか考えて動くようになりますね。まあ一応ルールは作るんですけどね、そのもちろん舞台のセットだから、こっちが入り口でこっちが出口だよとかっていうようなので、入ってくる人が決まるとか、シーンによってっていうのはあるんですけど、面白いですね、子供相手って。そういう張り合いあるな、いいな。子供は面白いですね、面白いですね。で、相当エネルギー使いますけどね。エネルギー使う確かに。もう子供20人30人相手にしてたら2時間終わったらもうヘトヘト。でもなんかちょっと羨ましい、いい環境だなと思います。チツさんはこのようにですね、もちろんコンカリーニョやパトスのそういうこうプロデュース、あと劇団員の皆さんの本当に相談に乗って、やるっていうこと以外にも、その演劇シーン全体のね、子供たちに向けた勉強とか、出前講座とかそういったようなこともいろいろされていらっしゃいます。はい、ありがとうって言ってもらえる商売だよっていうことなんですけどね。はいはい、まあ劇場とかやっていると、まあいい作品というか舞台をかけると、お金をお客様からもちろんそのチケット料金っていただいてるんですけれども、ありがとう、ちずちゃん面白かったって言って帰っていただけたりするんですよね。で、それはすごくいいなと。張り合いがありますよ。思いますね。疲れも吹き飛ぶ、嬉しい瞬間ですね。そうですね、まあやったって思いますよね。劇場を続けていくって本当大変だと思うんですけど、振り返ってどうですか？そうですね、最初 の, その倉庫でやってたコンカリーニョが、再開発でなくなるよって言った後に、からずっと資金の問題っていうのはずっとつきまとっていて、で、ただその新しいコンカリーニョを作る時に、1600万円、民間の寄付をいただいてます。我々それでできてる劇場なんですね。はい、で、それだけ の, その期待を受けて、やらせてもらっていて、であとはそのやっぱりこう琴音の町で劇場やりたいって、私がそれは割と私が言い張ったんですけど、でこうメンバー、今も理事で残ってくれてる人たちとかもいるけれども、みんなが支えてくれて、よくぞ潰れず、ちょうど劇場ができて今5年経ちましたね、6年目になってるんだけれども、っていうのは、すごいありがたいことだなって思いますね。一人だったら多分ね、お金集まできる前に500万ぐらいしか、5000万目標で集めてるのに500万ぐらいしか手元になかった時に、私一度やめようと思ったんですよね。これ無理だ、できないと思ったんだけど、その時の中核のメンバーのミーティングで誰もやめるって言わなくって、これ言い出した私がやめるって言えないと思って走ったこともあるんですが、そこはなんかよくやってきたなとも思うし、本当に支えてくれたメンバー、役員職員で、うちカリットさんっていうボランティアの組織があるんですけれども、のみんなとか、本当に感謝してますね。なるほど、本当みんなに支えられて、17年、やっと経ちましたっていうことなんですけれども、やっぱりここの小屋って役者さんに聞くとみんなやっぱ特別な場所で、ここでやるっていうのを一つの登竜門みたいにね、思って頑張ってらっしゃる役者さんたくさんいるじゃないですか。そういう場所があるっていうのがいいですよね。そういうふうにね、思っていただけるとね、ありがたいですね。コンカリーニョは、例えば演劇とかダンスとかをやる人たちにとったら、全国へのそういう入り口であり、地域への入り口でありっていう風になりたいと思っていて、で地域の人たちにとったら、そういうあまり普段なかなかその触れる機会ないと思うんですけど、への入り口になってたらいいなと思ってるんですよね。あと全国のそういう芸術シーンからは札幌への入り口みたいな、この3方向をうまくこうここでつなげるといいなと思って始めた活動です。はい、では2つ目のキーワードです。